はい、おはようございます。金蔵です。まあおはようございますじゃないね、10月の6日、もう11時45分ということで、まあ12時昼ぐらいですね。はい、今日はこんな場所に来ました。はい、長良川の中央玉になりますね、ここは。だから中央の千匹園庭ですね。これ上にね、ちょっと見えないですけど、千匹橋があるの、それの下流の千匹園庭っていうかな、場所です。結構ね、いつもお気に入りのポイントです。はい、まあ、今年ちょっと中央は初めてなんですけども、何もこんな終盤に混んでもっていうなんですけども、まあしょうがないですわね行くとこないんで、はい、まあ、とりあえずやってみようかなと思います。まあ半日だけですけどね、ちょっと感触確かめてみてみようかなと思います。まあこの時期なんでね、やっぱ人はいませんね。はい、まあとりあえず空いてるとこからちょっとやっていこうと思います。はい、じゃあね、早速ね、この辺から始めていきたいと思います。てかもう結構前か、ちょっと前から始めてるんですけども、実は今1匹かかったんですわ。ただカメラ回ってなかったんで撮り直しです、まあこの辺からね、園庭下のから始めようと思います。今ね、この辺そこ波のとこですわね。波立ちのところシュッと入れたらね、一発でしたわ。でかかった鮎がね、大きいんですわ。ちょっと22センチぐらい平気であるんじゃないかな。困ったなと思って。はい、で今日の仕掛けですけれども、004の複合ラインです。ただ付け糸がね、どんなのか来るかわからなかったので、06の付け糸貼ってあります。まあそれ以外はほぼ一緒の仕掛けです。針は 7.5 号の、いつもの 7.5 号の3本チラフからスタートですけど、今かかった鮎がね、ちょっとね大きかったんでね、これはちょっと竿を変えてこなあかんな、竿と仕掛け変えなあかんかなって今思ってます。まあこの後の状況次第ですけど、たまたまこいつだけ大きかったんかなとも思うんですけど、たまたま1匹大きいのがかかっただけかもしれないですけどね。いや、ちょっとびっくりです。はい、でね、川の状態っていうかね、石の色いいですよ。綺麗ですし、磨いてあるし、釣れそうですよ。めちゃくちゃ魚が走るほどは魚影は見えないですけど、石の色は悪くないですね。おお、かかった。おーおーおー、やばいぞこれ。これ竿変えてこなあかんかもしれない。やばい、全く、やばい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 、これどんぶりする。やばい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 、あー落ちた。やばいね、弱気になるとバレるね、やっぱ。うわ、大きいぞ。困ったなこれ、竿変えてこうかな。おお、かかった。うわ、これやばいな、竿変えてこうかな。うわ、おき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 、わー落ちた。待てどういうこと、もったいないな、2匹もバラしてまったな。さらばで全然誰もやってないんやろうか、群れかな。たまたま今群れでかかっただけか、そんなことはないやろ。やっぱね、友釣りは循環の釣りでね、僕よく言われた通り、やっぱおとりが回らな、うまいこと釣りが続かんすね。これ下の背もずっと釣れるんかな。ここだけたまたま釣れただけか。ちょっともう一匹二匹釣ってみんことにはね、ちょっと状況がわからんね。内心ね、ちょっとね、もう今差を変えていこうかなって真剣に今ちょっと考えてます。また次も同じようなサイズがかかったらね、ちょっとサイズがでかいっていうふうに判断して竿を急性に変えようかなと思います。今早瀬なんでね、たまたまその辺に今大きいのかかるやつがたまたま3匹おっただけか。水温もね、そんな思っとったより低くないですね。まあまあ、でも時間的に昼ぐらいやで上がってきたんかもしれんすけど、自分が考えとるより水温高いですよ。何年か前にね、聞いたらね、この辺やっぱ一応食料室さんは入って見えるみたいですね。網ですね。でまあ魚はおるし、そこそこのいいポイントってことなんですけども、今日もそうですけど、まあ今日はちょっとあいにくの天気なんでね、最高気温も22度やったかな。まあさすがに釣り人はおらんですね。
まあむちゃくちゃかからんにしてもね、退屈線程度にかかってくれるんやったら全然 OK ですよね。長良川中央はね、結構終盤11月ぐらいまでできるような川なんでね、まあ、魚影とか、水郷にもよるんですけども、梅雨明けからやっぱり終盤までやれる川が長良川中央っていう玉なんで、友釣りを楽しみたい人にとってはいいですね。本来ならやっぱり友釣り専用区ですね、行くのが普通だと思うんですけどもね。でまあちょっと僕は意表ついて下の方の終盤も終盤のポイントをやってきたわけですけども、そんなに簡単ではないみたいですね。バチクソ魚影が濃いわけではないみたいなね。違うんかな、さっきから反応じゃないのかな。かった。よいしょ。あ、これあかん。はい、そういうことでね、いっぺん今車戻ってね、さベストも竿も仕掛けも今変えてきました。はい、でかいぞい。どういうことや、22平気であるわ。準備万端にしてくるとかからんのか。こういうとこは四六時中網入っとるで無理か。ちょっと浅いとここれ入れてってみて、肩状のこの背肩状のね、この浅いところだけザーッとこれ今入れてって、ダメならそこまで入って向こう側の筋ちょっとやってみましょうか。ここいませんか、いませんか。よいしょ。じゃあここはどうですか、ここ、こう、はい、ここどうですか、ここ、ここかかりませんか。こういうとこはおるとこですよ。はいはいはい、かかれ、はい、かかれ。ちゃうのか。まあね、ポイントもいっぱいあるんでね、あかんとこはね、あかんでもさっさと見切ってね、新しいとこ打っていこうかなと思います。もう粘ってもしょうがないんでね。釣れそうやけどな、この辺も。やっぱりチラシに変えたらんとダメか。下がり気に追いがあるわけではないのか。変わった。あ、大きいじゃん。よいしょ。よいしょ、危ねえ。かかったことはかかった。おお、来た。よいしょ。かかった。うん。よいしょ。よいしょ。ちょっと小さい。これも天然っぽいね。大体このサイズを想定しとったでね、そもそもやけど。こんな20センチ超えるような魚はかからんと思っとったで。かかると、かかりそうなとこ入っとるけどな。かからか、かかりそうなとこ入ったよ。おっしゃ、あれ、バレちゃった。あ、いいやつ。バレるな。やっぱ難しいな。わかった。これね、わかった。やっぱ7号なんやろね、針は。針は7号がいいんやと思います。うん。ただね、魚の重さとね、大きさから考えるとね、絶対7半8号使いたいんですよ。でも7半8号やとね、刺さらんのですよ。刺さり込む前に蹴られるんですよ。どうもそんな感じやね、今日。これ多分正解はね、あの太軸の7号ですよ。太軸の7号の針が多分正解なんやと思います。まあそれかもうトゥントゥンに針先を研いだ8号かって感じだね。さあ、太い中入れてたよ。太い流れの中入れたけど、こういうきついとこ芯はおらんのか。おらんみたいね。
まあ、こんなもんね折ったら一発やでね、芯なんかでかからんねえで、芯にはおらんねえと思うね。多分やっぱどこでもかかるわけではないんやね。あったよ、まあ、折ったよな、よいしょ。どこでもはかからんけど、かかりそうなんやけどな。真ん中がいいってわけでもないし、ヘチがいいってわけでもない。おかた。よいしょ。うわ。よいしょ。今は向こうのヘチで、ヘチ、そうやね、ヘチ寄りでかかったね。岸寄り1メーターぐらいのとこかな。まあとにかく一つのライン決めずに、おとり通せるところは全面おとり入れていかんと。かかったかかったんけ、かかったんけ、よいしょ、よいしょ、ねえ、よいしょ。真ん中より岸寄りの方がいいんだな。女の子も普通に釣れそうやけどね、これ。よし。よいしょ。よいしょ。まあ、できやん。よっしゃ。うわっ。よいしょ。よいしょ。よいしょ、よいしょ。やっぱ時間なんやろうな、これ。釣り方や技術よりやな、よりか時間なんやろな。釣れる時間帯に釣れる場所で釣ったら釣れるんやわな、当たり前なんやけど。こういうとこは嫌ですか。こういうとこじゃないですか。かかりそうやけど、でも。かかりそうですけど、かからない。なぜかな。違うから。こういうとこじゃないですよってことやかな。はっきりしとるわ。うん。ちょっと上まで上がったら、もう一回下下がってやってみようか。本当は、左岸側の流れ行きたいんやけどな。まあ、わざわざ。こっちで今釣れるって分かっとるんやったらこっちでちょっと釣った方がいいし。よっしゃ、かかったけど、かかったよ、かかったよ。あ、朝バレたやつか、朝ってか昼一番で始めた時にバレたやつか。おお、きょきょきょ、大きいやん。よいしょ、大きいわ。これはでかい。急須持ってきてよかった。ちょっと見てください、このアユ、これこれっすよ、これこれすごいな。びっくりやな、26あるわ。かあ、こいつはね、おとりに使えんよ。ちょっと荒瀬抜きの竿ならね使えるけどね、これはちょっと使えんよ。よいしょ。迷惑やな。やっぱ迷惑やな、ちゃまし。よいしょ。おお。よいしょ。よっしゃ。ちっちゃい、よし、来た。群れに入っとったな、多分今。よいしょ、よいしょ、ね、よいしょ。おお、
よいしょ。ドーンってかからないんだよな。かからんだよな。やっぱこういうとこじゃないんだな。なるほどなるほど。となるとってやっぱりこういう流れのところがダメなのかな。よっしゃ。よいしょ。よし。はい、そういうことでね、まあ4時過ぎたんでやめます、4時になったんでやめます。はい、で状況ですけども、始めた時ね、まあ、ここね大きく分けて3つ流れがあるんです。こっちの右岸より真ん中左岸よりって3つ流れがあるんですけど、真ん中が、まあ、メインの太い流れになってますね。で初めね、ここの右岸寄りのこっちのですね、この流れからやったんですよ、上のとこから。そしたらもう立て続けにすぐにパパンって来たもんでね、おうおうおおと思って。 でもただね、すぐに来たんだけどバレちゃって、で結局この辺の背方まで来て、ここでもバレちゃって、すぐかかったんですよ。でまあその後ね、体勢立て直してね、まあやったんですけど、この辺ずっとここもやったんですけども、なんか全然かからんかったんですね。はい、ここもやったんですけど、でまあ、今度ここまで行ってダメやったんで、今度こっち行ってね、真ん中の本筋ですね、この辺ちょっとやってみて、もうね石がねなんか埋まっちゃって、まっ平らな流れになっちゃって、釣れる感じしんかったんで、もうすぐそこですね、このオチのところですね、この真ん中のオチの肩のところですね、ここ行ったらまっすぐパッとポロポロっとかかったんですよ。でまあその後もね続かんかったんで、この流れを真ん中で釣り上がって引き上がってみたんですけども、いやー違うな、かからんな。でまたこっち戻ってきてね、やってみたけどダメやったと、どうしようなってことでね。でね、まあ、その後ねまたねもう一回今度吊り下がってみてね、ここからずっと、北ルートと反対にも今度こうずっと今度吊り上がってみたんです。ここからずっとしたらね、まあどうなんかな、時間なんかな、やっぱり時間なんかなと思いますけど、最初かからんかったけど2時過ぎたぐらいかな、結構かかりだして、ポロ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 かかって、意外と向こうのヘッジのねとこで、あの流れのところでかかりました。でずっと上がってって、で反対向いて今度この肩の辺からずっと一番上まで上がってますけど、もうポロポロポロかかりました。でね、分かりましたわなんとなく分かりました、なんで釣れたんか、なんで釣れんかったんかって。釣れる場所は釣れるんですよ、で釣れん場所は全くダメなんです。で理由はね、やっぱね網やと思います。下流でも結構網今ずっとやっとる人おるんですけどもね、結局ねこういうね流れ、こういう浅いところとか、浅くなくても網が入れやすいポイントですね、そういうところはねやっぱダメみたいですね。向こうでも今網やってますわね、はい、あそこ転がしやってますわね。でダメなんです、結局網の入れにくい三角波の立ったところ、ただ三角波が立つところは川の真ん中とか端っことか関係ないです、とにかく網の入れにくい場所ですね、ああいうところがやっぱ全部かからない感じ。この辺もそうでしたね、でそういうところはかかるって感じでしたね。まあまあまあ、たまたまなんかもしれませんけどね、なんかでも時間的にかかったっていうのが大きいような気がします。はい、ということで釣果ですけども、意外と釣れたんですよ、びっくりですよ、こんな釣れると思ってないし、何よりもサイズですわね、こんな大きいサイズ釣れると思ってないからびっくりですね。はい、こんだけでした。うわボリューミーボリューミー、どんだけおるんかな、20、30弱前後、30前後おると思うけど、こんな大きいやつもかかったんですよ、こんな大きいやつも、びっくりだ、こんなんですよ、こんなでかっ、ああ面白かった、まあ、これで農閑っていうわけではないです、まだちょっと行きます。はい、今年はちょっとね、なんでそんな気合入っとるんやって言われるそうですけどもね、今年はまだ行こうと思います、今10月6日なんでね、10月のまあ中旬半ばぐらいまではちょっと頑張ってみようと思います。はい、ということで、長良中央以上、金蔵でした。それではまた。